ということで本日の対戦台は純造およそ 2.7 枚の AT 機、往年の人気機種が生まれ変わったアラジンエース2。ルールはシンプルに最終獲得枚数で勝負。さあ今回は何枚出るか。さらに魚拓が大当たりを引くとワイプの中でムフフ女優阿部のみくちゃんがセクシーショットを拝ませてくれます。さあ、今回はアラジンということで行きます。まあアラジンってもうたくさん出てるんですよ。で一番最初はまあ普通のアラジンでしょ。でその後のアラジン2っていうのに俺一番最初にハマったパスワードがそれなんですよ。アラジン2だったんですよ。なんで思い出があるっちゃあるんすけど、あんまり足を引かないですね。このゲームはチェリーを引かないと始まらないんだよ。なるほど。サンチェリーっていうのを引かないと何にも起きない。でここ色が変わってきたんだけど、青よりも黄色、黄色よりも緑、緑よりも赤ってチェリーが出やすくなるんだけど、だけどこの3つのチェリーじゃなくて1個のチェリーがなんか3チェリーっていうのを引かないといけないの。これはレンチェリーっていうやつだから、あ緑、これじゃダメなの。そう、緑だと3チェリーが出やすい。まあこれも荒いっすよ。通常時恋持ちはあんま良くないですけど、なんてお金変だ、すっごい早いですけど、あ来た。でなんか合わせていくと、でこれで、いわゆるタッチェリーで、ここから2種類あるのチャンスゾーンのいずれかを経由して、そこでアラちゃんに入るかどうか、まあ、直でこのアラちゃんに入る場合もあるんですけど、まあ、それはそんなないですね、その頻度は。さあ今煽りがずっと続いてどうかな。チャンスだ。燃えてる燃えてる。3着だとダメ、2着までに入ればいい。あ3着だね。まあ1回単純引いたぐらいでね、入ることは甘くはないですね。一方ナルセの調子はというと、チェリー行かないね。私これ3日前ぐらいに9500枚出したの。マジ？うん、出ない。これぐらい出るから、もし狙えるのであればここ赤7を目安に狙うとチェリーが分かりやすいかも。お腹すいたな。眠くなってきた。早いよ、まだ100ゲームも回せないよ。今回いまいち覇気のないナルセ、まだ100ゲームだというのに。飽きてるじゃんその口。飽きてない。頑張って。飽きてない。でもあれでしょう、肉まん食べたから眠くなってきたんでしょう。ちゃんと打ってください、お嬢さん。ここで元気のない2人を見かねたみくちゃんがちょいとお邪魔します。